ドゥクーニンククイックステップは国際自転車競技連合の主催する UCI ワールドツアーに参加する自転車ロードレースのチームの一つであるベルギーに本拠を置く。監督はパトリックルフェーブル。チーム名はメインスポンサーであるクイックステップ社に由来する。2003年にマペクイックステップのメインスポンサー撤退に伴いこのチームを吸収する形でクイックステップ。 ダビタモンとして発足。ダビタモンは製薬会社オメガファーマ社の栄養補助食品のブランド名。2003年2004年の UCI ワールドカップにパオロベッティーニが勝利したのをはじめ UCI プロツアー2005ではトム・ボーネン、フィリッポ・ポッツァーとパオロベッティーニが年間を通じて複数のクラシックレースに勝利してチームとしても2位に入るなどの躍進を見せた。また、 2005年から3年連続で世界選手権男子個人ロード優勝者を輩出している。一時期オメガファーマ社は同じベルギーのロットチームに名義を変えつつスポンサードをしていたが2011年8月の発表で2012年シーズンから再びクイックステップチームのメインスポンサーとなることが決まりチーム名はオメガファーマクイックステップとなった。 2015年も引き続きオメガファーマ社がメインスポンサーは務めるものの自社の栄養補助食品の宣伝のためチーム名がエティックスクイックステップとなった2017年によりチーム名はクイックステップフロアーズとなった2019年によりスポンサーに建材メーカーのドゥクーニンク社が加わりドゥクーニンククイックステップとなるフレームはタイムスペシャライズド エディメルクスを経て、現在は再び、スペシャライズドを使用。コンポーネントはカンパニオーロ、SRM を経て、現在はシマノを使用。デクーニンク、クイックステップ2021デクーニンク、クイックステップ2020勝利量産へ、絶好のスタートダッシュデクーニンククイックステップ2019年シーズン展望、若返りで新たなチームカラーに、 クイックステップフロアーズ2018年シーズン展望。福光俊介の週刊サイクルワールド192号年。ジルベールらタレントがひしめく。クイックステップフロアーズ2017年シーズン展望。ありがとうございます。